プロコフィエフの、シンフォニーの6番というのはですね、その前に、シンフォニーの5番、当然ありまして、でそれはですね、いわゆる対独、対ドイツへの、まあ、勝利ですね、第二次世界大戦でレーニングラード攻防戦などもありまして、何千万人もの、ロシアの民衆あるいは兵士が死んだと言われている、そこからですね、ナチスを、まあ、駆逐して、そして、戦勝したと、それを祝うコンサートがですね、1945年に、このプロコフィエフの5番のシンフォニーをもって行われたんですね。それは有名な、壮大なですね、雰囲気で始まる第一楽章に、が演奏されたその時、その時にですね、戦勝を祝したですね、コンサートホールの外では戦勝を祝したですね、こう花火が一斉にバーンとこう打ち上げられる、そういう中でですね、その1945年の、まあ、戦勝の気分に浸っていた、人々たちはそのこの交響曲の誕生をですね祝ってですね、そして、その後に、プロコフィエフというのはいわゆるレーニン賞というやつですね、その当時のソビエトにおいては文化の分野における、まあ、最高賞ということでレーニン賞を得るわけです。ところがこのプロコフィエフの6番のですね、まあ、内容をちょっと今聞きますけれども、最初はですね、大変なその、まあ、戦乱あるいは戦火と思わんばかりのですね、そしたらその次にですね、バイオリンとビオラが、という旋律から始まるんですね。でこれは非常にこう、まあ、哀愁を帯びていてですね、憂いがある、メランコリーがあるということでですね、この、シンフォニーの冒頭を形作っていくわけです。これが第一テーマなんですけども、次に第二テーマが出てきます。第二テーマはですね、これとは打って変わって、テーマ、非常に慰めるようなですね、そして痛むようなですね、痛むというのは何かというと、これは戦争の犠牲者を痛むような性格を持ったですね、非常にセンシティブな、そして慈愛に満ちた旋律だということができます。そしてこの第二テーマというのはですね、大変重要で、一番最後の楽章にももう一回出てくるわけです。もう一箇所、聞いておいていただきたいのが、さてこのテーマですね、まず最初に、オーボエで出ます。オーボエのこの辺の音域ですね、とても胸にこう胸がうずくようなですね、こう表現力を持った音色として聞こえてきます。そしてそれをもっと、私たちに近しくしてくれるのがですね、このテーマがですね、その次に出てくるときにはホルンで出てくるんですね。
このホルンのテーマというのも大変このシンフォニーの中では重要で、何回も何回も繰り返し出てきます。そしてこのホルンのソロの持つっていうのはオーボエと並んでですね、私たちに非常にこう安らぎを与えてくれるわけです。そしてこの楽章にとってとても大事なのが、もう一つの第三テーマなんですね。第三テーマはゆっくりとしたテンポなんですけども、パッ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 これが第3テーマなんですけども、ここで特徴的なのはですね、先ほどの、メランコリック、それから、慈愛に満ちた、それと比べるとですね、ここのザッ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 、これはマーラーで聞いたようなですね、ランラララレラランレラランレラ、あの音楽に通じるですね、行軍の、しかも ソ連の当時ですから、いわゆるその冬の中の行軍ですよね。それを思わせるようなですね、ザク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 と、サーベル、そして、ピストル、そして軍靴を履いたみんながですね、雪の中をガンガッ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 、こういうふうに行軍している。ですから、これがこのマーラーの不思議な角笛の、戦争の、歌と、共通する、その非常に残酷な、状況ですね。そして展開部が来ます。展開部が来ると、例えば、最初のですね、これがですね、急に、8分の6なんですけども、いわゆるそのバン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 、そして、ここに出てくるの2つの、第1テーマの中の2つの要素ですね。パパンパンパパパパパパパン、それからタララ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 、動いて、上に動いてるのと下に下がってくるのが一緒になって、しかもそれが激しいテンポで演奏されることによってですね、これも最初に出てきたのは大変ゆっくりして叙情的な音楽だったのが、急にですね、プロコフィエフの音楽が変化して。というふうに大変激しくなってきます。ここのパッパ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 ッ、これは8分の6のこのテーマですね、
ンパパ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 ンパっていうのが今度はバイオリン出てですね、パッパ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 、そしたらトロンボーンがラタタタン。ですからパンパパンパパンパパンが旋律ではなくてですね、リズム的なあの切迫感というかですね、あの脅迫感となってこう出ていくんですね。そういうふうに、一楽章というのは、非常にこう哀悼するようなですね、しかもあの、内面的なそのテーマ、それから、慰めるような世界のテーマ、そしてその中を黙ってこう行軍していくような3つ目のテーマですね、第3テーマ、この1つ2つ3つのテーマがですね、相乱れて、しかも戦闘状態にそのリズムがですね、化けていくんですね。でこれがこの楽章のですね、大変恐ろしいところであります。第2楽章はですね、まずは何といっても大変雄大なイントロダクションから始まります。その冒頭をちょっと弾いてみますね、非常にこのロシアの大地、全くあの行く手を阻むものが何もないような平原、そこに雪が覆われているのかもしれませんけれども、私たちが見たこともないような、広大な、スケールの、音像が描かれます。徐々に、ファーストテーマですね、第一テーマが出てきます。これが第一テーマです。広いんですけども、そこに、何かしらその目の前にですね、スパークする何者かがこう降りてくるんですね。こういうものともない、そして一番最後はですね、こうやってちょっとこう洒落た歌謡の部分で終わるというですね、非常に雄大でしかも包容力を持ったテーマですね。さて次に出てくるのは第二テーマです。どんなテーマでしょうか。第3テーマですね、これまたオーケストレーションが全く違ってですね、これね、ホルンのですね、また非常にこう柔和な、遠くから聞こえてくるようなですね、サウンドで、割とシンプルな、波長調の、調として、流れます。
というのが、サードテーマとなっておりまして、でこれがですね、この楽章、かなり長い楽章なんですけれども、でも12、3分ですかね、まあ、延々とあのこの3つのテーマがですね、歌謡形式として、まあ、大伽藍歌の大絵巻を、描き出します。さてこの曲のまたユニークなところはですね、三楽章の、キャラクターなんですね。三楽章はですね、急に今までの一楽章の、まあ、戦闘的な部分、あるいはそれを痛む部分、そして、二楽章の、全てをこう融和するようなですね、キャラクターと比べるとですね、とても快楽的な、ギャロップで、描かれています。ということでですね、今まで起きたいろいろなその戦時下のこと、あるいはそれを、慰めること、それをですね笑い飛ばすような楽章として書かれているのがこの、ギャロップの楽章です。これがまたプロコフィエフの、ある意味で、そうですね、まあ、人生を笑い飛ばすようなところが、彼にはありましたので、それの現れではないかというふうに思います。そしてこの曲の終わりには、説明をいたしました。一楽章の第二テーマがそのギャロップの後にですね、と聞こえた後に、というのが聞こえた後に、一番最後はまたギャロップが戻ってきますけれども、このギャロップはですね8分の6なんですね。ということはどういうことかというと、一番最初の楽章の最初のモチーフ、のリズムがですねここで戻ってくるわけです。というんですね、あのプロコフィエフは5番のシンフォニーで表の顔を示しました。ということはあの戦勝をですね、ロシアの徴収とともに、祝うという曲を5番で書いてですね、そしてこの6番というのは、その戦争の犠牲者のため、あるいは、プロコフィエフ自身その戦争自体というものに対してのですね、いろいろな懐疑心、彼の本音というものがですね実はこのシンフォニーにはあの、封じ込められて いるわけですね。そしてこれがまたあの現実の世界、あの歴史の中で面白いと思われるのは、彼はその5番のシンフォニーでですねレーニン賞をもらいました。非常な栄誉に輝いたわけですけれども、この6番のシンフォニーではですね、彼自身はですねジダーノフ批判という例の、あのいわゆる、当時のソビエトの官権のですね、まあ、逆鱗に触れたということでですね、ジダーノフ批判にあってですねこの曲というのがですね上演、禁止になってしまうんですね。で、47年にあの初演をされているんですけども、その後長く20年以上、この曲はですねソビエトの中ではあの演奏ができなかったということなんですね。なので、例えば、オーマンディがですねフィラデルフィア管弦楽団とあの早い録音を入れたりしておりましてですね、そういう意味であの、この曲がですね、実際にあの、人口に解釈していくのは世界的なあの名声を博していくにはですね随分と時間がかかったというのがあの音楽の歴史の、まあ、面白いところであるというふうに思います。